東京大学教授の鉄野正弘先生、フェリス女学院大学教授の、谷智子先生が来てくださいました。百人誌はその定家が書いた色紙と、まあ、深い関連を持って生まれたもの。大きな特徴は、関東二詩と巻末の二詩なんですね。こんにちは、助真です。本日はまたまた、素晴らしいゲストの方が来てくださいました。東京大学教授の鉄野正弘先生、そしてフェリス女学院大学教授の、谷智子先生が来てくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鉄野先生は、前回万葉集についてお話をいただきまして、2回目の、ご登場ということで、本日もよろしくお願いいたします。で、谷先生本日、初登場ということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。谷先生には角川選書から主に出ている和歌文学の基礎知識ですとか、古典のおすすめですとか、こう古典について、日本古典についてすごくこう身近にさせていただくける本をたくさん私読ませていただいてまして、本当にいつも勝手にお世話になっているという感じでして、ありがとうございます。本日も出ていただきましてどうもありがとうございます。というわけで本日はですね、それぞれと万葉集と、あとは谷先生は、中世がご専門ですかね。はい、中世和歌、それぞれご専門家お二人お招きいたしまして、本日はですね、百人一首のお話をいろいろと伺いたいなというふうに思っております。では、それぞれ歌について伺うに先立ちまして、まず、谷先生の方から百人一首ってそもそも何なのかというのをちょっと簡単に伺いたいんですけれども、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、まあ、これも本当に話せば長くなるんですけれどもちょっとかいつまんでお話をしたいと思います。で、まあ、そもそも成立の謎が本当に多くって、まあ、百人一首の原型ですね、一番最初のその原型を語るっていうものが記事がですね、明月記の中にあります。文暦2年1235年の5月27日上に見えるんですけれども、まあ、それはですね、定家がある人に別、まあ、山荘のですね、襖に、書くですね、歌を依頼されるっていう記事 でそれを、まあ謙遜しながらでもですね、なんとか作り上げたっていう記事があります。で、そのある人っていうのが定家の子供の為家の楽府にあたる宇都宮頼綱っていう人なんですけれども、でその人が出家して佐賀の中院に院政していたんですけれども、その山荘の襖に、まあ、飾る色紙型を依頼されまして、で定家がですね、明月記の中に古来の人の歌おのおの一首、天智天皇より以来家高正常卿に及ぶ歌を書いて、まあ、送ったっていうふうに、まあ、書いてあるんですね。で、まあ、100っていう言葉はそこに全くないし、それから99番100番の後鳥羽とか順徳院の歌はないんですけれども、まあ、現在の百人一首の、まあ、原型だろうっていうふうに、まあ、古くから指摘されてきました。で、まあ、現在世にこの小倉色紙って言われるものが大体50枚ぐらい伝わっているんですけれども、この小倉色紙がですね、明月記に言うところのその色紙型であれば、私たちは定家のその色紙型をですね、見ることができているわけなんですけれども、まあ、残念ながらですね、そのほとんどは後世の筆跡というふうに、まあ、考えられています。ただし、名古屋明先生っていう方がですね、徳川美術館などの5枚についてはその定家の自筆に近いんじゃないかっていうふうに、まあ、おっしゃっているんですね。で、まあ、お屋敷の中の屏風とか襖は、消耗品っていうふうに考えられていたので、その古くなったら捨てちゃうんですよね。で、そこに貼ってあるような色紙型なんかも全部捨ててしまうので、まあ、現在に残っているっていう可能性は非常に低いと思うんですね。なので現存の百人一首はその定家が書いた色紙と、まあ、深い関連を持って生まれたものっていうふうには思われるんですけれども、まあ、どういうふうにそれが変化していったのかとか、どっちが先なのかとかいうことについてはいろんな議論があります。さらにですね、有吉保先生が発見された百人秋歌っていう本がありまして、
で、まあ、その後この冷泉家の前本なんかも発見されたわけなんですけれども、百人首と97首が一致してるんですけれども、すごく大きな違いはですね、この百人衆歌には、後鳥羽院と順徳院の歌がないんです。で、別の人の歌が入ってるわけなんですけれども、この百人一首と百人衆歌の関係もいろんな謎解きとか議論の的になっていて、まあ、現在も謎解きが続いてるんですけれども、まあそうですね、確実な決着はついてないというふうに、まあ、そういうところだと思います。で、まあ、後鳥羽院と順徳院の歌を書いている百人衆歌は定家の線ということは、まあ、ほぼ一致しているんですけれども、この二院の歌が加わった形の百人衆が定家の、まあ、手によるのか、それとも定家の子供のためにの代になって、まあ、手を加えたんじゃないかっていう見方も、まあ、非常に有力だと思います。で、同志社女子大学の吉海先生がですね、冷泉家の所蔵の為村筆の百人衆歌をご紹介されまして、この、まあ、百人衆の改編は為家の手によるっていうふうに書いた抜文を取り上げまして、二条流と百人衆、それが冷泉家と百人衆歌っていう、まあ、関係性に注目されて、まあ、これは別作品っていうよりも原本がどちらかっていうふうな認識がこの頃からすでにあったんだっていうことを、まあ、指摘されていると思います。で、まあ、成立については何かね、分かってるの分かんないの話なんですけれども、もう少しじゃあここから内容についてお話をいたします と、歌の出典は全て直線和歌集からです。で、万葉集はっていう話になっちゃうんですけども、万葉集からではなくって、まあそうですね、周囲集とかですね、そういうその万葉集から直接ではなくって直線和歌集ですね、八大集に新直線集とそれから食後線を加えた10代の直線集から歌が選ばれています。それから、歌の配列は原則として、時代順、年代順ですね。で、大体550年ぐらいですね。で、古代から、まあ、中世に至るまでの、まあ、歌が並べられています。それから、ですね、大きな特徴は、関東二首と巻末の二首なんですね。で、親子と親子で、親子で始まって親子で終わってるんですが、しかも、古代の親子天皇で始まっていて、で、末尾は、承久の乱で流されてしまった後鳥羽院と順徳院という親子で終わってるんですよね。で、これはまあ非常に特徴的だというふうに思います。それから、まあ、この関東巻末だけじゃなくって、その家人親子ですね、親子家人がなんと18組も含まれています。それから、ブダテですね、歌のブダテで言いますと恋歌が43首で、まあ、ダントツ1位ですよね。で、まあ、四季の歌が32首で2位なんですけれども、秋の歌が多いです。で、春が6種で秋が16種ありますので、普通は春と秋ってのは大体同じボリュームなんですけれども、百人首非常に秋が多いですね。で、男女別で言いますと男性歌人が79人で、それから女性歌人が21人ですね。で、選ばれた歌人はですね、昔朝日新聞の日曜版の、日曜美術館って言ったかな、特集の中で百人首はまあそうですね、敗北者のこう歌集っていうかね、その悲劇的な人ばっかりだみたいな、そういうこう不遇な人生や悲劇的な人生を送った人が非常に多いっていうふうにこう見出してバーンと出たんですけども、確かにその通りなんですよね。で、島流しに会った人とか、非常にこう不遇なイメージが多い人が結構入っているのも特徴なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、なんていうのかしらね、百人首は百首があるんですけれども、なんか読んでるとね、私は心が整えられていく時があるんですね。で、それも型にはめられるっていうよりは自然に心が整っていくような感覚を受けるんですね。で、百人首の古中なんかを見ていたり、それで近世の頃になると絵が結構描かれるんですけれども、それなんかも結構ね、道徳的なですね、解釈のされ方がするんですね。で、それはこう、なんていうのかな、悪い意味ではなくって、まあ、
負けた人とか敗れた人とか流された人とか負け組って言われるような人もいっぱい入ってるわけですけれども、人生いろいろで、そのバラ色の人生ばっかりだったら多分こんなに愛されなかったじゃないかと思うんですよ。で、人生いろんな人生があるんだけど、これが人生だよっていうふうにこう百種で私たちに教えてくれてるような気がしてるんですけどね。で、まあ本当にロングセラー、ベストセラーの一つだと思うんですけれども、まあいろんなその、あの現代でもね、あの映画になったりとか、アニメになったりとか、ゲームになったりとか、お菓子になったりとか、いろんな形で広がりがあるのも、まあそういうところに愛されてきた理由は、そういうところにもあるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。ありがとうございます。いや、すごいボリュームで、すごいボリュームで、ありがとうございます。で、百人一首ってこう今あのカルタになってたりして、多くの人あの一番最初に和歌に馴染むのって多分百人一首だったりすると思うんですけど、今もう当たり前のように定価が百首選んだっていうふうに私なんか思ってたんですけど、まあ、必ずしもまだそうは言い切れないところもあって、まあ、いろいろ論争がなされていると。そうですね。ただまあ百人一首歌と百人一首の違いについては、さっきのあのちょっと吉川さんがおっしゃったように、原本がどっちかっていう、こう派生したっていうふうに考えれば、まああの定価線っていうことで、まあ大きな間違いはないんじゃないかと思うんですけれども、ただやっぱり後鳥羽院と順徳院が承久の乱に敗れた2人ですよね。で、あの当時の鎌倉幕府に対する配慮っていうものはすごくあって、例えばその新直線和歌集を定家があの単独で選ぶんですけれども、まあ、その時もですね、あの任意の歌を最初は定家入れてたんです、うん、でも道家に全部それは削除しなさいっていうふうに言われて、それは鎌倉幕府に対するあの遠慮っていうか政治的な配慮で全部削除したんですね。なので、まあ、そういうこととこの任意の歌のある本とない本が関わりが、政治的な配慮があるんじゃないかっていう見方も古くからされてきたんですよね。なるほど、なるほど、うん、そうですね、あの頃って本当に鎌倉との力関係みたいなのがややこしいですね。一個ちょっとずっと気になっていることがありまして、百人一首今こうすごいスタンダードなものになってるじゃないですか、うん、先ほども申し上げた通り、あの今まあ和歌といえば、まあ、一番最初に触れるものだったりとか、まあ、お正月でうちのやっぱ祖父母とか話聞くと家族で集まって大体百人一首やったっていうような話するんですけど、あれはいつ頃から始まってるものなんですか？あのカルタはですね、実はあのカルタってポルトガル語なんですよね、はいはい、でちょうどそのポルトガル語が入ってきた、あの文化が入ってきた頃の、うん、まあ、あのトランプカルタっていうところから来ていて、うん、やっぱりカルタによって広まったのが大きいんじゃないでしょうかね。で、まあ、あの百人一首っていう本自体ももちろん江戸の頃にものすごい読まれてはいたんですけれども、うん、それがすごく流行する一つのきっかけはやっぱりカルタですかね、うんうん。でも結構江戸ぐらいの頃からそういう風にあの裾野がどんどん広がって、そうですね、あの例えば歌舞伎の、あの百人一首のバリエーションとか、それから浮世絵の、あの百人一首とか、そういうその百人一首のバリエーションがすごくできて、あと宝塚の、うん、あのスターさんも最初の名前ですよね、は全部天津乙女とかいうお名前は、百人首から取ってたんですよ。でも百首しかないから、あのもう限度があるので途中からもうやめちゃいましたけどね。なので非常にこうあのね、竜田揚げとか小倉あんとかも百人首から由来しているので、でそれでさっきの、 あの江戸時代とかにもこう教育的な面だったりも、そうですね、喜ばれて、そうですね、あのいろんな労働の風景とその百人一首を組み合わせたような、うん、あの絵解きみたいなのもあるんですよね。確かに現代でもなんとか百人一首ってすごいあったりしますよね。そうそうそう、これもですね、ちょっと我が短歌のすすめっていう本をあの2月に出したんですけど、これも新選百人一首っていう名前をつけたりしたんですけども、うんうんうん、かなりありますよね。ありますよね。現代でもその例えば塚本邦夫とか丸谷才一とかがもう自分で選ぶみたいな、そうですね。やっぱり秋華線って楽しいんだと思うんですよね。百種選ぶってみんなの夢じゃないですかね。でその先生からとかじゃ何か補足とか何かと、そうね、補足なんてのはこの話いいんですけど、女子大で教えてた時には大体その入門
という授業で、まあ、100種全部覚えてもらうっていうのをやってましたね。やっぱり頭の中に、そういう、 こう歌のストックっていうのがこうできると、まあ、いろんな歌が読めるようになるわけですよね。100人種って非常にうまくできてるっていう感じがするんですよね。そういう、まあ、いろんなその歌のパターンっていうものを、こう仕込んでいて、100種が読めれば理解できれば大体どんな歌も理解できるっていうようにできてるんじゃないかっていう、そんな気がするんですよね、うんうん、なんかいろんなレトリックが割と満遍なくこう散りばめられていて、そういうこうなんか和歌の入門書みたいなね、手ほどきみたいなことにも使われていたのかもしれませんね。現代でも確かにそういう側面はありますもんね。中学とか高校で、うん、あ、確かに自分も確かにそうです。最初百姓覚えてたので高校の古文ちょっと楽になったみたいな。そうですね。現代の歌人の方がおっしゃってたんですけど、小学校の時に意味もなく百年詩を覚えた子は、俳句創作なんですけど、歌を作ったり俳句作ったりするのがすごく上達が早いっておっしゃってました。リズム感があるんですかね。この間も水原詩音さんの百人一首の本が講談社現代新書から出て、その中でもこう訳もなく覚えたっていうのも、なんかその後その音の感覚みたいなものがこうやっぱり後からになって意味も分かって、両方の響きとこう合致してってみたいなのがところどころであったりしました。はい、というわけで、本日は、谷先生、哲之先生、両先生から百人一首の中から6首ピックアップしてですね、いろいろと詳しくお話を伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いします。